はいどうも、こんにちは。今日はね、ちょっといろいろね、長くなりそうだなと思ってるんですよね。まあ昨日ですよ。昨日はなんか若干本当に特別な日って感じがありましたね。金恋が始まったじゃないですか。春馬くんの遺作、本当に遺作のやつですね。のドラマが始まって、そしてその直前に実はね、その直前にね、たけるくんがシュガーをね、やった。で、ちょっとそのことについて触れたっていう、なんかちょっと特別な、今までのね、一連のこの、ここ数ヶ月のね、流れをウォッチしてる僕からするとね、まあ僕だけじゃないじゃないですか。このね、7月ぐらいからの2、3ヶ月間、やきもきしてファンからしてみると、一連の流れをね、ずっと見てた人たちからしてみると、一つのね、なんか、すっきりしたものがあったんじゃないかなっていう感じに僕は思いましたって言ってるんですけど、まずはやっぱりね、 何よりも先に金恋じゃないですか。お金の切れ目が恋の始まりですよ。まあ、率直ね、見た昨日感想なんですけど、すごい面白いなと思いましたね。なんかずっと見たいなって思う展開の1話だったなと思って、なんかね、いろんなドラマやってて1話目って大体なんとなくわかるじゃないですか。あ、なんかこういう感じかっていうのもあれば、お、なんかこれはって思わせる。昨日のね、金恋はね、本当に1話目からなんかこれ面白いじゃんっていう引き込まれるものがね、あったなと思ってるんです。三浦春馬くんはね、沢渡啓太っていうんですよね。あのおもちゃのね、モンキーパスっていうおもちゃ屋の御曹司で、いわゆるお金がねボンボンだから金に困ったことがないお坊ちゃん。でもなんかそれを草刈正雄を演じるお父さん、よく思わなくて、すげえ浪費家なので息子がね、経理部にね移動させるんですよね。でお金の勉強を経理部でさせられると。でやったのがお金にものすごい厳しい、なんていうの、製品女子っていうんですかね、の久喜玲子っていうのが松岡茉優さんなんですよね。まあだからここのラブストーリーとかですね。その御曹司の役ね、猿渡啓太役の三浦春馬くんなんですけど、見てて思ったんですけど、天才だなと思いましたね。ものすごい才能だなっていう。ああいうのって案外難しいと思うんですよ、あの役って。主人公だけど嫌なやつじゃないですか。ボンボンだから。お金ね、好きなだけ使いまくる。他の人たちはお金に苦労してるわけです。一緒に出てくるのが、板垣純っていう、それは北村匠海くんなんですよね。それが、会社の金を横領してたんじゃないか。ヤフオクとか、フリマアプリで、会社のおもちゃを転売したんじゃないか、みたいな疑いがかけられる。実はものすごくお金に苦労してる。それに比べると、そのボンボンで金が使いたい放題っていう役回りなんですよ。三浦春馬くん演じる役ってのは。一見するとね、そこって嫌味に思えちゃうんですよね。でも三浦春馬くんが、まあ、そこをうまく、ものすごいルーズで適当なやつなんだけど、憎めないっていう役どころなんですよね。そこがすごくうまくメリハリを効かせてるんですよね。お金にはめちゃくちゃこうルーズだけど、実は人の懐に入るのがうまいっていう、可愛がられる子なんですよね。その可愛い雰囲気出すのが春馬くんめちゃくちゃすごいな、うまいなと思って、あの、ね、元カノとね会ったシーンがあったじゃないですか。元カノがね、すごい浪費家だから、あんたは浪費家だからっていうので、バーでね他の人との結婚を決めたんだっていう話をして、春馬くんはそこでじゃあ今日だけって言ってちょっと甘えるんですよね。あのシーンとかドキッとしますよね。なんかこれは女がなんか許しちゃうなっていうような表情だったし、可愛らしいなっていう、ああいう演技できるってなかなかいないなと思って。下手すりゃクズの男ですよ。クズ王の役なんですけど、そこがすごくチャーミングに出てるなっていう。 でも実はね、結局夢はあるというか、そのおもちゃをね、御曹司なだけじゃなくて、ちゃんとおもちゃが大好きで、おもちゃを作りたいっていう夢を本当はっきり持ってるっていう設定でもあるんですよね。そして松岡茉優ちゃんはめちゃくちゃお金にはかっちりしてるけど、最後の方になると、三浦翔平くんが演じる先輩ね、早乙女健っていうんですか、なんかあの怪しいねコンサルタントみたいな、セミナーやってる先輩ですけど、
その人に貢いでるっていうところで終わってますけどね。だからこの先どうなるのかなっていう、猿渡りが、要は三浦春馬くんがこう見てて、んすごい貢いでるじゃんっていうので次に続くなので、めちゃくちゃ面白い展開だなって思ってたんですけど、いやとにかく面白いって思ったのはやっぱり三浦春馬くんが演技うまいんですよ。で演技うまいのと、松岡真央ちゃんも若手女優だけど、この人って子役からやっててもう完全な実力家じゃないですか。この2人のねガチのねあの演技力なので、キャラ作りがね完璧でしたね。これは絶対面白い映画、あ面白いドラマになるなっていうところと、じゃ脇役脇を巡ってるのってね、例えば同僚の役とかってアインシュタインとかね、ウイカファーストサマーウイカとか、あまりねその俳優っていうイメージがない個性の強い悪が強い人をぶっこんできてるじゃないですか。でもそこら辺を遊ばせれるのっていうのはやっぱりこのね主役のメインが完全なる演技力を持ってる、あの安定感のある完璧なねキャラ作りができてる実力派だからだなっていうのもあって、初回の視聴率がもう 11.6% ですって。だからねものすごくいい発信してると思いますよ。あのこの時間帯の火曜日のドラマの中ではもうスタートとしてはもう全然良好だと。でね、なんかで、まあ一番思ったの、本当に見てて何回か泣きそうになりましたね。もういないんだなっていうのが、春馬くんがねもういないんだなっていうのが、なんかあれ見ててもまだ信じられないですよね。もう本当に手に届きそうなぐらい生き生きとしてるわけですよ。もうすごい生き生きとしてやってて、現実にもういないっていうのが信じられないぐらいの素晴らしい役作りだったので、で時々ね CM に入るときもういないんだと思うと、ちょっとねなんかこう寂しい気持ちというかね、残念な気持ちとか複雑になりますよね、ぐるっときて。ただまあすごくドラマ自体はめちゃくちゃ面白かったので、またこれは楽しみだなと思ってます。あのそんな感じのドラマだったんですけど、まあそれに付随してやっぱシュガーですよね、タケル君のね、あのタケル君のシュガーなんですけど、まあ、ちょっとその話はまたもうねすごく長くなっちゃってるので、もうちょっと話したいので続きまた別の動画にすぐ上げますので、よろしくお願いします。では。